7分までじゃないよえっとえっと今からっていうことにして1 0分までだ10分までだ10分までだ,だよね102030よし戻ったなんか髪の毛のボリュームが変ないなめっちゃ髪の毛が見えてますか ベンゾーさんハートありがとうございますえおつま子いるじゃん <laughs> おいおつま子見て猫画質が夢ちさんですかなんでだろう w i f i つなげられたのにまっ、あ、いっか好きおつま子好き <laughs> 今日はちょっと大人っぽくないですかいいけど あの子供っぽく見られるのが悩みだったのでちょっとなんかリップの色をしたんですけど更新更新したら治らないかな更新ってどうやってするとわかんない中カシーさんだるまありがとうございますクロちゃんカイニャンだよ <laughs> よしシさん かい,にょんかわいいありがとうございます画質悪いらしいけど <laughs> なんで悪い画質悪くない今バースデーガールがいるんですよ一緒に出ちゃいけないんですけどえっいい画質見せて <laughs> 元気です 点点点のところに更新ボタンあるよ。点点点のところにこ、どこにあるの更新ボタン。よくしたいなぁ、画質。画質設定。配信画質。あ高画質。えあ、いい気がする。くるちゃん、誰もありがとう。懐かしいですね。めっちゃ誰ももらってたなまマッんハート、ありがとう。 中だるまありがとう直った治った今ね配信設定できましたイエーイ今日朝朝っていうか1時ぐらいにメール送ったんですけど届いてないですかねなんか「かいにゃんメール」で検索したらなんかメール来てないから心配してくださってたみたいなんですけど メール送っとったっちゃけどねえだるま私嫌です夢中 <laughs> でなくなったよかったメールね2通今日送ってるんですけど届いとらんですかね南さんだるまありがとうございます章之助さんくまさんありがとうございます あれ、画質悪い、あれ、画質悪いですね。悲しいだけ、なんでだ。え、お昼届いてないですから、なんか。なんでだろう。和沙さん、桜ありがとうございます。上がりましたか、画質やったー。島一さん、お久しぶり。画質良かった。 えー、悲しいだけあのー、メール送ってるんですけどね池田元気100のうち10%ぐらいですかねでも今日はここにあのー、藤本冬香ちゃんが今いるんですよね <laughs> 今日藤本9期生の藤本冬香ちゃんお誕生日じゃないですかだから 呼びました浮 <laughs> かれポンチのあかりちゃんメールに返信したけど届いてるかな届いてますメールでもねあの返信のやつってなんか見るのすごいなんかタイムラグがあるんですよ今日メール何通送った今日2通送ってますえなのでかいにゃんメールで返信していただいた方がすぐ 見やすいですかねああ一通しか来てないのかおつまこさんおつまこさんお泊まりではないですなんかあのー、誕生日にやっぱ一人でご飯食べるの嫌だなって池田的に思ったので一緒に食べようっていうことで <laughs> かわいいですねそこにいるのに映せないのが悲しいだけですお泊まりではない んさよりより好きよりよりめっちゃ硬いですよねえでも好きですあの歯がもう歯が痛くなるぐらい硬いんですけど好きですよりより、まあ、知らない方は検索してください <laughs> マスクさんこんばんはじめましてマスクが手放せない <laughs> 1> 1しかかてないかあら <laughs> 本当は池田が寂しかったんでしょうそうです <laughs> だって一人一人で住むの本当に無理ですもうなんかね家にいる時は大体もうお母さんと電話するかあの藤本冬香ちゃんとかと LINE するとかしてますとにかく一人が苦手なんですよ 写しちゃダメかな多分ヘンディルさん桜ありがとうネオッチハートありがとうカステラアイスしか知らないなるほどカステラアイス一回しか食べたことないな今日九十九島せんぺい食べたよほんと私も食べ食べたね食べたんですよ九十九島せんぺいめっちゃ美味しいですよ ちゃんんぽ食べたい仲間ごめさん31のスーパーチョコミント食べたいやあの今日あっ31とか言っといあのそのお店の前を通ってもう本当にチョコミント大好きなんで食べたいなって思ったんですけどほらあの皆さんご存知の通り池田今ダイエット中じゃないですかだから <laughs> 食べたらダメかなって思ったのとあとちょっと お値段がるじゃないですかなので我慢しましたえらい偉いね本当にチョコミント大好きなんでもう本当に食べたいんですよ誰か買ってくださいあでもダメですダイエット中だからダメでした <laughs> さんカエニゃンをメール本登録して他の9人を9日間えありがとういっぱい送るので皆さん是非メール本登録してくれたら嬉しいですイエーイえ何話そうじゃあ藤本冬香ちゃんの好きなところは <laughs>、まあ かわいところ可愛くて優しくてなんか同じななんんかあのー、なんだ西日本出身者だからすごい考えてることが似ててでもふちゃんは強い子なんだよねなんか結構あの偉いんですよもう帰省しないって決めてるみたいで。 そこが池田との違いですね池田は本当にあのー、もう心があの豆腐メンタルなのですぐ帰りたくなっちゃうんですよね <laughs> え画質悪くないかあら画質悪いえ画質いいですか悪いですか <laughs> 藤本冬香さん かいにゃんが一番かわいいよ。ありがとうございます。もうここにいるんですよ。かわいい冬ちゃんが。<laughs> 今お手手つないでます。本当ゆちゃんは何でも話せるし、なんならもう一緒に住,も住んでってお願いしてるぐらいです。外出よかったよ。冬ちゃんの携帯が悪いんじゃないか。ゆ <laughs> ちゃんの携帯が悪いんですね。 <laughs> みんながついてるよありがとうそうほんとフィーちゃんと住みたいな一人で生きていけないんですよほんとにポルさん小判ありがとうございます猫に小判 <laughs> しょうん翔之介さんフィーピーと仲いいねそう仲いいんですよだから仲いいっていうかもうこ家族みたいな感じですかね <な>んか <laughs> お姉ちゃんができたみたいなお姉ちゃんだけど妹だし同い年でもある感じですかねとにかく一人で本当にあの食べるものもな,ないしなんか節約しないといけないし服もないしなんかいろんな契約とか一人でするの大変な時もなんかいろいろ支え合って。 冬っ日とシェアハウスしよっか家賃折半なら安くなるそそれほんとそれですお願いします <laughs> いいそうですあじゃあシェアハウス本当に始まっちゃうかもしんないですへへ <laughs> そしたら私もう泣きませんよだって冬ちゃんがいるってことは <laughs> オッケー、ありがとうゆちゃん <laughs> 自炊しなさいいやー違う鍋が鍋焦がしちゃったんですよね冬ちゃんは焦がしたらしいんですけど本当にあのお母さんに作ってもらうのに慣れてたせいでやっぱ改めてあの親の偉大さを感じました本当に何も作れなくて作った方がいいと思うんですけど もう鍋,鍋とお玉をもうダメにしちゃってもう家の中が本当にもう燃えちゃうと思うのでちょっと自炊はちょっとどうしようかな誰かご飯作りに来てくださいそうママの偉大さ <laughs> レンジ爆発させるよりよか卵割れます 卵割れますゆで卵作れるカイニの得意料理はカイニの得意料理はえっと甘い卵焼きです <laughs> がなガナリさんおっと出遅れたあまだねえう10分まであ,あとちょっとしかできないやせなちゃん今日旦那にパスタ いいな待って旦那になりたい <laughs> え誰か作ってくださいご飯ママママ見よるっちゃろ絶対ママ見てるんですよ今 <laughs> 困ったら斉藤真希子さん宅へいやえ言っていいんですか <laughs> もっとあのお腹よく 仲良くなれたらで,ですね。タカさん、甘い卵焼き好き。え、私も甘いのが好きです。逆にしょっぱい卵焼きあんま食べたことないです。二人で住んでで、ね、料理練習すればいいじゃん。それな？え本当に本当にしよっか。します。やった。ナダッチ、お久しぶりお久しぶりです。 んんサラダチキン流行ってる流行ってるサラダチキンめっちゃ好きサラダチキンってさ太らないよねアッキーさん今日誕生日ですおめでとうございます藤本冬香ちゃんと同じですねハッピーバースデートゥユハッピーバースデートゥユハッピーバースデーいや今日誕生日の人 ハーフーバースデーと言う。おめでとうございます。いい一年になりますように。へ <laughs>。お母さんが見てないよってコメントしてる <laughs>。もうね、バレてるんだよ。ファンの人にもバレちゃうよ、そのうち多分。ウィンスラさん、方言かわいい。イェイ。ありがとう。<laughs> 高高秀明さん初見です初めまして来てくださってありがとうございますあそうだ2700人の皆さんこんばんは SK48 旧期研究生のカニイニャンことかえてです長崎県出身の18歳ですコメントルームフォロー待ってますいい<ー>。<laughs> <laughs> あおなか減ったなお腹減った,なお腹減ったでも今日冬ちゃんと一緒にいるんですよだからあ十15分経過しました毎日アイドル目指します今日冬ちゃんと一緒におるけんさあ夜ご飯食べていいですかいいですか冬ちゃんの誕生日なんでいいですかえお母さんいるよねみんな気づいとる ホッシーデラックスさんスパイいるいるかも <laughs> お母さんおるよなおるよおるよでまたお母さんと電話しようこのあと <laughs> 料理配信いやー待って料理配信したらどうなっちゃうと思う, <laughs> うわ待ってこれ絶対怒られる映 <laughs> していいのあのね冬ちゃんがね 大っきいプリン買ったんですよ <laughs>。これ半分こして食べていいですか今日冬ちゃん誕生日だからいいよね。ダメか <laughs>。でも、食べます。ダメあのね、今日冬ちゃんの誕生日なんだよ。あ、お母さんバレたね。バレた <laughs>。 バレたねよかよーありがとうえ待ってだってえ待って死んじゃうよあ死にはしないけどさそうお祝いだからさそうプリンは冷たいから太らないよ <laughs> <laughs> そうハそうそうそうラライフのやつやけんねえ待って待ってどうしようどうしよう本当にこの気持ちどうしたらいいですかでもお もうどうどしようごめんなさいねえもうやだー池田デブって思ってますか <laughs> 思ってますよね <laughs> <laughs> だって今日冬ちゃんの誕生日ですよお誕生日の時ってさお誕生日の時ってさ一緒にさ普通家族とさお祝いしてさ 電気が暗くなってさケーキとか出てきてさでも一人暮らしだったらそれがないの悲しいよね丸くなった気がする <laughs> ストレスだよ <laughs> 一人暮らしが寂しいからストレスだよ <laughs> サンタさん サンタさんカイニャンズだから全然そんなことないよって言ってくれてますね甘いですね <laughs> ダイエット言語を変わってからするんじゃなかったおお。<laughs> そう親友の誕生日だからさいいよね <laughs> 待って叩かれが <laughs> 怖いでも大好きな冬ちゃんの誕生日だから <laughs> いいと思う 皆さんのこと大好きです <laughs> だから食べますそうスルメそうスルメ買ったんですよあとリンゴとヨーグルトも買ったしそう昨日よりは食べてない冬っぴに決めてもらおうあグーって出ましたそう冬ちゃんの誕生冬ちゃんこの後ショールームしてよお願いお願いお願い お願い横で見たい嫌だそうですひどいそうスルメリンゴヨーグルト鉱山443はじめましてはじめまして来てくれてありがとうアッキーカイニャンが大好きですありがとう私も大好き冬 <laughs> ちゃんが食べるのを眺める 千春さん今日の夜ご飯は何食べたと食べてない食べてない食べてないカズリンさん猫飼ってるの猫飼ってるぬいぐるみだけどあのね17匹ね長崎のおうちにいます黄色メガネののりおさん日曜の動物園明け飯よかったえよかったですかありがとうございますあのね気を すごい仲良いメンツだったからやりやすかったかなすごく凶水さん今日の晩御飯は手羽先でういいなぁ翔すきさんくまさんありがとうございますありがとまくま熊で思い出したけど熊崎さんめっちゃ可愛いですよね <laughs> 見ましたかあのこれ言っていいと SK のさテレビ言っていいのか バズらせますバズらせます見ましたかそのこともメールに書いとったとにさそのメール送られとらんちゃろ黄色メガネののりおさん名前呼ばれたので握手券取りますえー、呼ばれただけで取っちゃうのいいの <laughs> 何回でも呼ぶよよしさん 見,た見てたかいにゃん誰推し SK さんあ SK えゆずきさんうんあ見れんかったチーズティー飲みたい、うん、チーズティーはなんかチーズはしょっぱい方が好きなんですよだから甘いからねえ全員呼んであげるよ大ちゃんいまっさん六っぴ 六ぴ、チュリさんとともに。おいでー。ジャンク、浦島さん。呼んでるよ。ポテーモン、呼んでるよ。ヤマヤン。握手会でニャンコの話したい。しよう。タカリン、赤服。カズリン、ひとし。チーズティー美味しいのピピプププププププ。あー、早い早い早い。早いたる 山やんアイスありがとうアイス今日我慢したからアイスチャーハン王子呼んだよ呼んだよえオーディションの時も見に来てくれてましたよね多分間違ってたらごめんせなちゃん猫ちゃんの名前分かったメールで教えます順次六田さん握手会楽しみです楽しみー 多分、えっと、写真より実物派だそうです。冬ちゃん曰く写真より実物の方が、いいらしいので、待ってます。まあ、それは、自分と相談してください。<laughs> 池田は待ってます。太田さん、いいですね。いいですね。何がですかもっ。桃 <laughs> 桃ミルク18号さん。は美味しそうな名前。 <laughs> すごい美味しそうあ間違えてすごいいい子そういい子です多分知らないけどマックス・タヌーキさんはじめましてオーディションとか何度か覗いてましたありがとう嬉しいたけヨッシーさん猫アレルギーだけど会いに行っていいですかえー、大丈夫かな池田人間と猫のハーフだからさいや嘘です 大丈夫です。本物の人間だから大丈夫です。まさやさん。来ました。ありがとうございます。べんぞ、実物に会いたい。イエーイ。私も皆さんに会いたいです。その、アバターじゃなくて。りんさん、かいにゃんがかわいすぎる。ありがとう。そんなことないです。ブスだよ。あ、こんなこと言ったらさ、止めさせられちゃうかな。やまやん、かわいい。ありがとう。 ゴンさん嬉しいとき流行ってるの自分の中で <laughs> 嬉しいだけカズサさん今日テンション高めだねまあここには大好きな相棒がいるからですね昨日や昨日泣いちゃってごめんなさいなんかもう母さんに会いたすぎてでも今冬ちゃんがいるからなんとか保ってます <laughs> ひとしさんかいにゃん SK 合格してくれて嬉しかったのええー 私も嬉しいです。寂しいけどでも、まあ合格してなかったら今、見に来てくださってる皆さんに会えなかったってわけだから、うん、そう思ったら寂しいのもまあ乗り越えられそうです。たぶん。セレニーさん、フォローしますね。ありがとう。嬉しい、タケ <laughs> ふみちゃん。 48歳だけど握手会行ってもいい,いいに決まってるじゃんもうえ何歳でも,もう1歳から150歳ぐらいまで来てください <laughs> 私は年上の方が好きなのでどちらかというとふふ <laughs> で一緒に撮ったらちょっとふふふふふふみたいですふふふふふふ さん桜ありがとうえ今日はテンション高いよねうるさいよねごめんなさい <laughs> なんかねちょちょ不安定なんですよ <laughs> 猿山さんメンバーにモテモテの池田さんだそうなんですよモテちゃって困りますねモテ女は <laughs> <laughs> ジャンク浦島さんしょうがない 猫に「わってて慰めてあげよう猫にえー、皆さん猫の格好してきてください」じゃあほに17匹から17匹の生きた猫から1匹のぬいぐるみになったんですよこの落差分かりますかこうやって話しかけてもう、うんともすんとも言ってくんないんですよもうさ冷たいし一緒に寝てもかわいいけどさやっぱ生きてるさ猫に会いたいじゃん ということで皆さん、猫の格好してきてください。喜びます。<laughs> ちょっと。へへ。かいのショールーム楽しいだけ <laughs> 私も楽しいだけです。着ぐるみ着てもいいですよ。<laughs> 楽しみ。あと1分え違うよ。あと3分。ありがとう。ふいちゃんが教えてくれた。<laughs> うん <laughs> 楽しいよかった。カズリンさん、俺150歳だけどいいいいよ。すごいね。人生何倍生きてんだ ?150 でしょ今18だから、いけない。18だから、9倍ぐらいかな。んわかんない。<laughs> なんか今日うるさいね、けど。<laughs> 深夜テンションかもしんない。<laughs> 4,230人だすごいありがとうございます感謝感激ですふいちゃんかわいいえ六ぴさん俺151だからええー、んじゃあ200歳までに延長します逆にちょっと会ってみたいですね <laughs> 0 0歳超えてる方に人生で会ったことがないのであのあそうだ私のおばあちゃん90歳なんですよでおばあちゃんに会いたくて 会いたいたんですよなので帰省していいですか <laughs> おばあちゃんに会いたい会いたい人がいっぱいいるファンの方にも会いたいしやっぱり長崎に置いてきた家族に会いたいですね <laughs> 配信終わった後冬日がいなくなる時に泣くと予想を的中か <laughs> え泣かないように頑張ります皆さんあーあと1分 悲しいだけ。え今年のゴールデンウィークは長崎行く予定えー、行きます一緒に行きましょう好きに帰省してくださいありがとうあらの姫えあらの姫が来てるんだがあら <laughs> のさん嫌い <laughs> えっ c バスなくなっちゃったのじゃあ歳費だけじゃん悲しいだけ泣,く泣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 く猫の名前全部言える言っていい 高めゴマモグもうひじきスモモソルトスモモうん言ったかスモモソルトプル奇跡海プリンアンミロポナ海白きなこあれ全員言ったかな見てー <laughs> リップ塗ってたらこんなになっちゃった <laughs> 泣くに三万、ま、猫屋敷だったそう。 ゆうさん、姫ンが監視中やん見ないねソルト2回出たあら財布と統合しちゃったのかそうなのかお時間ですお時間ですキャノンティーいるのキャノンティー好き <laughs> 待ってキャノンティーいるよって言ってるのなんやんじゃんなんア 今ね冬ちゃんが隣にいるのランキング読みます13位からでいいとね13位田中さんありがとうございます12位ポルさんありがとうございます11位ケントさんありがとうございます10位平井レスバーさんありがとうございます9位山谷さんありがとうございます8位まちさんありがとうございます 7位くぼっちさんありがとうございますゆずきさんって書いてある<う>6位ななにしさんありがとうございます5位くろちゃんさんありがとうございます4位かずささんありがとうございます3位南さんありがとうございます2位しょうのすけさんありがとうございます1位フェンリルさんありがとうございます皆さん4600人の方ありがとうございました またメールするけ待っとってね。おやすみー。寝らんけど。あはは。っていいですか